新年明けましておめでとうございます。ということで今日はサイゼリヤのメニューがなんでこんなに安いのかっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。新栽培でカットしてるみたいです。そうできてる、うん、包丁全く使わなくていい。夜10時以降はお食時代の 10% を深夜料金として加算させていた。これ食べるよ。このパスタ本当に美味しい。マジやめるがうち。そんな待機されとると思わんが。いや大丈夫なかと。いや大丈夫じゃねえけんマジで。いやどんな感じなんか。いやほんまに昨日ここの階段。いやほんまにやめるやつじゃが。開けた方がいいんかな。新年明けましておめでとうございます。ということで、今日の新年一発目の YouTube はですね、ちょっと私が動けなくなってしまったので、そうだ、なんかあの腰を痛い。新年からゲールからこんな杖をもらいましたね。もらいました。だいぶ違うな。でもあると、うん、いやほんま27歳にして杖をつくと思わんかったけど、まあ今年もねついてます。ついてるね。今年ついてますよ。ついてます。新年早々ついてますね。うん、だいぶついてるかなって感じ。今日はサイゼリヤのメニューがなんでこんなに安いのかっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。はい、いいですか。はい、自社栽培でカットしてるみたいです。自社で自分で作ってて、小麦とかまあ契約農家からの調達や自社栽培によるということで安くなっているのと、うん、まあ、人件費も大幅にカットしているという、キッチンは、ほとんどの時間は1人で回してるみたいで、あとホールも原則2人だということで、2人ぐらいだね、大体2人か3人。こんな人多いんやけど、うん、やばいよ、ね、めちゃめちゃ多いのに満席です。で今日で あとね、ブラックじゃないのかなと思うんですけど、働く人の負担を最小限にするシステムもできてるみたい。うん、包丁全く使わなくていい、その調理法とか、キッチンには情報が、包丁が一個もないみたいな。うん、あと慣れた店員なら一人で全部の注文をこなすことができる。でまたちなみにその広告費とか経費を最低限にしてる感じ。じゃん。まず、まあ、1ページ目は多分その時のこうね、メインのおすすめのものが載ってるやつで、で、サラダ。いや、それやっぱ定番だよね。そう、種類もいっぱいあるし、あとこういうほうれん草のソテーとか安いよ。全部399円とかですよ。そう、なんか本当にそのこの創業者というかこの経営者の考え方的には、まあ、安く提供するっていうか、だいたい1200円ぐらいなのを、まあ、7割引きぐらいにしたらお客さんはおっと驚く、絶対買いたくなる値段になってしまうっていう、うん、何個か頼んでしまいそうやもんね、うん、っていうね。パスタで高いのでも599円っていう安いです。で次、まあ、ドリアね。ドリアはもう299円だよ、普通のやつ。安いね。このミックスグリルなんてめちゃめちゃ美味しそう。で、最後、デザートです。豊富ですね、でも、ね。いっぱいあるね。待って、このキャベツのスープっていうのを見て。それね。で、人気ナンバーワンのチキンにしようか。はい。あ、たらこシリーズどっちがいいかな。たらこの方が美味しそう。美味しいんかな。まあちょっとワイン好きのかなちゃんもそれだけ頼みたいと思います。はい、夜10時以降はお食事代の 10% を深夜料金として加算させていただきます。はいはい、来ました。田舎風キャベツスープ、うん、エビとイカのドリア、甘辛チキン、
これはタラコスパイートです、はい、これ結構花ちゃんのアートワインです。100円ワイン、100円のワイン、はい、いただきます。はい、レッサー、乾杯、レッサー。おいしい、うん、おいしい、いいね、はい、スパゲティを、このパスタ本当に美味しい。美味しい。なんか甘辛チキンって本当になんかちっちゃい子でも食べれそう。そんな辛くない？すごい辛くはない。美味しい。なんかこれ熱そうやな。熱いね。めっちゃ美味しい、これプリプリで、エビが。あっ、あっ、すごい、やべえやつやん。次、キャベツのスープ。何の味これ、なんかよくわからんスパイスの味がする。向こうの国のやつかな、うん、イタリア、イタリアな感じ、田舎風だけどイタリアな感じ、なんかおしゃれな、おしゃれな感じがする。これいいね、なんか野菜嫌いな子でも食べれそうな感じがする。これ食べるよ。これ美味しい。あ、何？あ、ここでいいんだね、ここで。しんどそうだな。もう終わりなのに。そう、食べたのにね。眠くなった？いや、眠くなってない。腰が痛い。でもご飯は美味しかったです。はい、はい、今年もどうぞよろしくお願いします。ええ何、あんま元気ないね。え、な、何で締める？ジャンプで。できるわけないだろ。フラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。